こんにちは。今回は N3 文法のにわたって、にわたるを一緒に勉強したいと思います。じゃあ始めましょう。こちらを見てください。一番上ですね。文型は何〜何々にわたって、〜何々にわたるです。接続を見ます。簡単です。名詞プラスにわたってと名詞プラスにわたるプラス名詞です。 いいですね。にわたっては前だけ名詞です。にわたるは前と後ろが名詞です。意味、用法を見ます。うん。これも簡単ですね。〜の間ずっとという意味があります。あとは〜でという意味もありますね。はい。この範囲が大きいという漢字を表現します。 これがこのにわたってにわたるの意味ですね。何かが大きいです。広いです。範囲が大きいです。という風な意味がありますね。はい。じゃあ例文を見ましょう。丸1です。ネパールのお祭りは15日間にわたって行われる。うん。意味は長期間ずっと行われるという意味ですね。 そう、このにわたっては15日間ありますよというよりも、普通お祭りは例えば1日だけとか3日だけ、そのくらいですね。でもこれはとても長いですよという意味があるので、にわたってを使うことができます。そして N4 と N5 の時はこのように言いました。ネパールのお祭りは15日間の間、 ずっと行われる。そうですね。このように言っていました。大体意味は同じです。ただ、さっきも言いました。にわたっては、うん、この範囲が大きいですよという私の気持ちが入っています。そして今度、次。うん、N3 文法、これ勉強しましたね。ネパールのお祭りは9月から10月にかけて15日間行われる。うん、そう これは多分ね、9月から10月のね、毎年多分違うんですよね。うん。それで、うん。ちょっと、ここの範囲が、はっきりしませんね。わかりませんね。だから、からにかけてが使えます。うん。そして今度、次。うん。ネパールのお祭りは15日間を通して行われる。これもいいですね。N3 文法を2つ使えます。 大体同じ意味になっています。はい。じゃあ今度は丸2ですね。例文を見ます。オリンピックで長年にわたる練習の成果が出た。うん。これの意味は、うん。長期間ずっと練習した成果が出たという意味があります。うん。長年というのは長い時間という意味がありますね。何年も何年もという意味です。だから、長期間という言い方に変えました。 うん、そう、ずっと、この長い時間、ずっとという意味がありますね。まあ、長期間がすでにこの間という意味がありますので、ここはもうずっとだけでいいです。そして N4、N5 の時はこのように言いました。オリンピックで長年の練習の成果が出た。うん。今度もそうですね。うん。長年がもう何々の間、ずっとという意味ですから、 のを入れるだけでいいです。うん。こういう意味があります。同じ意味ですね。はい。で、N3 の時はこのように言いました。ちょっと言葉が難しいですが、このように言えます。オリンピックで幼少から青年期にかける練習の成果が出た。このように言うこともできます。からにかけるは、はっきりとした範囲を表しません。 だから、幼少、つまり小さい時という意味ですね。小さい時から、まあ、大人になるちょっと前から大人になったぐらいの時を青年期と言いますね。ここからここまで。例えば、うん、3歳から、<laughs> オリンピックですからね、3歳ぐらいから18歳ぐらいまで。うん、このくらいの期間という意味で、うん、練習の成果が出たと言っています。いいですね。 じゃあ、今度、次。うん。オリンピックで長年を通して行った練習の成果が出た。うん。この文だと正しい文です。うん。このを通しては、これだけではちょっと使えません。だから、本当はダメです。オリンピックで長年を通して練習の成果が出た。これは間違いです。だから、この通しては使えませんね。 でも、後ろに、この、動詞を使うと、使うことができます。オリンピックで長年を通して、行った練習の成果が出た。うん。を通しては、あの、期間の意味がありますね。だから、行ったというと、使えるようになります。うん。そして、今度、次。丸3。例文の3番ですね。日本全国にわたって、 日本語教育が行われている。そうですね。そう。日本は範囲が広いですね。<laughs> そこの間でずっとという意味で、時間だけではありません。これは場所でも使えます。意味は日本中で行われているという意味ですね。うん。日本のいろいろなところで日本語教育が行われています。場所も大丈夫です。 そして、これも大丈夫ですね。日本全国で日本語教育が行われている。うん。そう、N4 と N5 の時はこのように言いました。場所のでを使っています。そして、今度、次。うん。北海道から沖縄にかけて日本語教育が行われている。うん。 これもね、ちょっとね、文法的に言えそうなんですけども、からにかけては、はっきりとしない範囲ですね。この時に言うんですが、北海道から沖縄にかけては、これ日本全国でしょう。<laughs> ということは、これを言うよりも、やっぱり日本全国に渡って、と言った方がいいと思います。それは、からにかけては、 そう。全部があった時の一部分の時によく使うからです。北海道から沖縄にかけてがなんか私が言える気がするのは、世界もっと広いから。<laughs> 世界の中でも日本だけという意味になった時はちょっと使えそうだけど、日本だけのことを言う時に、からにかけては全部には言えません。だからちょっとおかしいです。 やっぱり一番上の日本全国に渡っての方がいいですね。はい。そして今度次。日本全国を通して日本語教育が行われている。うん。これは大丈夫なんですね。日本全国、ヒューっといけますか。<laughs> そしてその中で日本語教育が行われている。というふうに言えるので、うん。このを通しては今度に渡ってと置き換え、うん。 変えることができます。大丈夫です。じゃあ、今度、丸4。例文を見ます。はい。ロサン人ンは芸術、食文化など様々な分野にわたって活躍した。うん。これね、日本のちょっと有名な人がいます。北王子、ロサン人ンかなうん。その人が、うん、芸術、食文化、うん。いろいろな分野で活躍しました。うん。 意味は下の方に書いていますね。いろいろな業界で活躍したという意味です。だから芸術の世界とか文学の世界とか、あとは食べ物、なんか料理がお好きだったみたいですね。うん。いろいろなところで活躍したという意味で、にわたってが使えます。だから時間みたいな期間も言えるし、さっきみたいに場所も言えるし、今度はあの分野、 も言うことができます。だからにわたってはいろいろなところにわたって使えるんですね。はい。そして今度これ。ロサンジンは芸術、食文化などさまざまな分野で活躍した。そう。N4 と N5 の時はこの場所、範囲のでを使いましたので、これで変えることができます。意味はこれなんですね。何々で活躍しました。 という意味です。そして今度、N3 の時ですね。ロサン人は芸術から食文化など様々な分野にかけて活躍したの、この言い方ができません。うん。さっきも言ったように、からにかけては何かがあった時のここの一部という意味なんですね。だから、いろいろなこういうふうな分野分野分野。分野 という言い方で、からにかけてが言いにくいです。できないんですね。そして今度次。今度これもダメですね。ロサン人は芸術、食文化など様々な分野を通して活躍した。うん。これもね、ちょっとね、言えそうな気がするんですけども、うん。これは 北ロサン山人ですね。ロロサン山人は芸術、食文化など様々な分野を通して知られているみたいな言い方をすると多分大丈夫なんですけども、この何々で活躍しましたみたいなものにちょっと変えることができないと思います。ただ、言い方によってはね、ちょっと使えそうな気がします。それはいろいろな分野を 全部見たときに活躍したというような言い方ができるからですね。でもこのにわたっての意味はこの範囲が大きいという漢字を表すものですね。だからそれとはちょっとね変えにくいです。うん。やっぱりにわたっては特別な意味がありますね。はい。じゃあ今度は丸5です。今回は5個ありますね。例文を見ます。 停戦交渉は10回にわたり行われた。ちょっと難しいですが、戦争をしますね。これをやめましょうという話し合いをします。これを停戦交渉と言います。うん。停戦交渉は10回の会議の間ずっと行われたという意味があります。つまり、たくさん会議をしましたという意味があります。 この範囲が大きいという感じですからね。うん。たくさんいっぱいしました。全然終わりませんでした。という意味ですね。そして、うん。N4、N5 の時はこのように言いました。ちょっとね、置き換えがしにくいので、会議を中に入れています。停戦交渉は10回の会議でずっと行われた。という意味ですね。 一回目、二回目、三回目、四回目、ずっと終わりませんでしたから、その間、ずっとという意味ですね。うん、ちょっと、十回の間、ずっと行われただと、ちょっと意味が変になります。だから、ちょっと変えました。そして、今度、N3 文法ですね。停戦交渉は、一回から十回にかけて行われた。おかしいです。 まあ、文法としてはね、正しいと思うんですけど、意味がもう全然違いますし、ちょっと変です。それは、停戦交渉は最初から10回しましょうという言い方はないからですね。1回目して失敗しました。ダメでした。だから2回目をします。なので、1回から10回にかけて行われたっていうと、なんか、 最初から10回しましょうかと言って、それで1回目、2回目、3回目でずっとしましたよという意味になるのでおかしいです。だから使えないですね。そして今度これ、次もそうですね。停戦交渉は10回を通して行われたというと、やっぱりなんか最初から全部で10回しますよって決めて、それでなんか、なんかずっと <laughs>、はい、今日は 10分の1停戦しました。次、10分の1停戦しました。みたいにちょっとなってしまうので、まあ、文法的には使えるんですけども、意味が全然違う意味、ちょっと変な意味になります。おかしな意味になるので、これ、使えませんね。だから、やっぱり、にわたりは、使える時もあれば、使えない時もあります。うん。だから、期間の時もあるし、場所の時もあるし、 こういったなんか10回みたいな長い時間っていうのもあります。つまり範囲が大きいというのを表すのは他のものではできないんですね。こういったところが違いますので、ぜひ使えるようになってください。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。